それはよい。元気そうで何よりだ。そなたも元気そうで何よりだ。余命いくばくとは肩払いたいわ。そなたに元気を分けてもらってるだけだ。書斎に戻れば枯れ果てた年寄りが窓辺でほうけているだけよ。そなたの死ぬ死ぬ詐欺にはもううんざりしている。もう諦め、百まで元気に生きると誓ってしまえ。俺もじい様には6年ぶりに会ったけど、全然変わってねえんで驚いたもんな。ぬっはっはっは、バトラメ、この6年で世辞まで学んだか。残念だがそれは節穴というものよ。しっかりかっきり老いぼれておるわ。金蔵が100歳になってピンピンしているのに1000円かけるぞ。ああ、俺も100歳になってもじい様は今と変わらないぜ。うははは、これ以上褒めても何も出ぬというのに。源氏か、入るがよい。失礼いたします。クラウス様と夏日様がお越しでございます。お父さん。おお、バトラ君も一緒かね。ご無沙汰しております、ベアトリーチェさん。おかわりはありませんか。相変わらずであるわ。さあ座れ座れ。エンジェもどうしてそんな窓際にいるというのか。こっちへ来て座るがいい。エンジェ、こっちにおいで。ここで見てるからいい。好きにさせてやりなさい。さあ、クラウスも夏日もそこに座るがいい。何か重要な話でも。俺とエンジェは席を外した方がいいかな。おいおい、そなたが帰ったらわらわは誰に相槌を打たせればいいというのだ。金蔵、バトラがいても構わぬであろう。隠す話でもない。構わぬ。なるほど。どうしてわらわがエンジェに嫌われているか分かったぞ。え、どうしてな。エンジェは別にお前のことを嫌ってなんかないだろ。これだからバトラは女心が分からぬのだ。女は幼くとも女であるな。黄金の魔女ベアトリーチェよ、滅ぶ運命にあったはずの後宮家を救ってくれた大恩、一日たりとも忘れたことはないぞ。感謝せい感謝せい。じい様が感謝してるのはお前のばあさんの方だからな。やかましい。いや、同じことです。莫大な黄金を三代にもわたり後宮家に貸し付けてくれました。それも無償で。本当にいくら感謝してもしてりません。
黄金などわらわにはレンガも同じよ。置き場もないから金蔵が預かっててくれて助かる。ヒュー、死ぬ前に一度は言ってみたいセリフだぜ。黄金の魔女ってお金持ちなの？ん？そりゃそうだな。何しろ10トンもの黄金をほいっとじいさまに貸し出したんだからな。そうだ、必ず返すと約束し、もう数十年も借りている。その恩はもはや返しきれないほどだ。当家が感謝の気持ちを忘れたことはありませんね、あなた。無論だとも、三代にわたりベアトリーチェさんたちが気前よく貸してくれなかったら、後宮家はとうに滅んでいましたと。ラツワンのお父さんまで軍資金がなければ何もできなかったのですから。もはや金が金を呼び、黄金の軍資金は静かに眠るのみだ。クラウス、私が何を話そうとしているかわかるか？はい、分かっています。お父さん、ベアトリーチェよ、私はもう追い先はわずかだ。おそらく今日のこれが私とお前が会うことのできる最後の親族会議になろう。何を気弱なことを。そんなことがあろうはずもない。来年すぐに死ぬつもりもない。しかし来年会おうと絶対の約束をすることはおそらくできぬ。私はいついかなる時でもできぬ約束をした試しは一度もない。そのようなことを胸を張って言われると、わらわの返す言葉がないぞ。本気で言っているのか？ベアトリーチ、もうしっかりとけじめをつけたいのだ。私がこうして元気であるうちにな。だから私は今日それを決心することとした。おじい様は何の話をしているの？静かに。じい様は今からとても大事な話をする。そなたの祖母より借り受けた黄金をすべてそなたに返還する。クラウス、異論はないな？もとよりあの黄金は後宮家のものではないのだ。無論です、何の異論もありませんとも。よいのかクラウス、そなたは投資家であろう。金はいくらあっても足りぬであろうな。金蔵から黄金を譲り受けたいと思っていたのではないのか？それを言われれば確かに否定は難しい。しかし、もとより父とあなたの契約である。そしてもともとあなたの黄金です。主人は仮にも次期当主、お父様が一代にて当家を復興させたように、主人も一代で当家を繁栄させるでしょう。そしてそれは主人と私で成し遂げることです。よくぞ言った。その意気であるぞ。十トンの黄金に未練はないというか、やれやれ大したものよ。黄金の魔法が効かぬ相手には
魔女も肩なしであるな。そなたに黄金を返還する。だが黄金の魔女ベアトリーチェが後宮家にとって最大の恩人であることは未来永劫変わらぬぞ。返すというものをいらん、やるとも言えぬしな。やれやれ。クラウスよ、我が遺産についても私が生きているうちにお前たちに贈与することにした。お父さん。私が死ねば葬式で大忙しな上に遺産はどうするのかとエヴァたちががっついてくるであろうが、今から分けておけば葬式が気楽になるというものよ。クラウス、メモを取れ。源氏も書記を頼む。これより財産の分け方を説明する。よう大金持ち、黄金が余ってるなら少しは引き取るぜ。黄金など薪に変えて炉にくべればシチューを煮る程度の使い道はあるというものよ。どうしたよ、なんだかつまらなそうな顔してんな。とうとうこの日が来たか。寂しいものよな。そうか。わらわの魔法で後宮家はよみがえり、そして六軒島は生まれた。その後宮家がもうわらわの黄金の力には頼らぬという。わらわの魔法から巣立つということだ。そうだな。そういうことになるな。わらわは六軒島を魔女の島と、わらわの島と呼んできた。そうだったな。その六軒島がわらわに黄金を、魔法を返すという。六軒島が魔法から目覚める日が来たということだ。そうだな。最後のゲームと分かってはいたさ。しかしこういう形ではあっても、それを切り出されると意外に答えるものよ。お前って結構さっぱりしてそうに見えて未練タラタラなタイプなのな。残忍で必要なタイプは大抵は寂しがり屋で未練がましいものよ。そうだな、お前はそういうやつだもんな。わらわとそなたのためのゲームだった。楽しかったぜ。お前が6年の間に練りに練った愉快なゲームだった。かつてわらわはそれを互いを苛む永遠の拷問と称したっけな。永遠が永遠であると信じられるうちが一番幸せなのさ。物事には全て終わりがある。そしてそれを自覚しなければならない。目を背けずにな。登らぬ日はないように、沈まぬ日もねえってことさ。レンジ、わらわたちはかつて互いのためにゲームを紡いだ。しかしそれはもう終わった。このゲームは今わらわたちのためでなく、
そなたのために紡がれているのだ。今日という日の猫箱の中身を俺たちはエンジェに届けなくちゃならない。お前に持たせたその鍵は猫箱を開くための鍵なんだよ。猫箱って？今日という日のことだ。エンジェがあれほどたどり着きたいと願った今日に、お兄ちゃんは魔法の奇跡でエンジェを招いた。エンジェは最後の魔女として今日という日を語り継がなくちゃいけない。それは私がここに残ってはいけないということ？私は1986年のロッケン島へたどり着きたくて、どれほど長い間苦しんだことか。そして私はやっとたどり着いたの。なのにそれを追い出すの？お兄ちゃんは言ったわ、私が自分で決めていいって。そうだな、確かにそう言った。帰らないわよ、私は。そしてまるで私を甘やかすかのようなこのおかしな作られた物語もやめて、私は今日という日の真実を知りたいの。12年を経ても遡りても気難しい女であるな。うるさいわね、あんたには聞いてないわよ。それにあんたこそ何よ、そのざまは。黄金の魔女は復活の儀式のためにやってきたんじゃないの？雷鳴と共に島に現れ、これから13人もの人々を生贄に捧げようとしてるんでしょ。そのあんたがなんでこんなにものんびり団らんしてるのよ。わけがわかんない。わけがわからぬのはそなたの方であるぞ。なんだそなたは、わらわにそんなにも人殺しがしてほしいのか。あんたはそれを物語に記してメッセージボトルに封じて海に投じたわ。後の世界にはそのうちの2本が伝わってる。どちらもひどい連続殺人の物語じゃない。2本しか流れ着かなかったとは残念残念。一番の力作だったランドが人目に触れなかったのは残念なことだ。前から聞きたかったんだが、あのメッセージボトルは何なんだ？そなたとのゲームを練りながらその過程で生み出した派生の物語のようなものよ。一つのゲーム版から異なる複数の物語を無限に紡ぎ出せることに気づき、面白くなってしまってな。いつか俺に読ませようと書き溜めてたわけか。うむ、あまりの力作にそなたを待つのが惜しくなってな。孤島者の古典に習い、わらわもそれを瓶に封じて海に投じてみたのだ。ミステリアスであろう。バカにしないで。あれはあんたの犯行計画書よ。あなたは黄金のありかをちらつかせながら親族の不和を煽り、残酷な連続殺人事件を目論むのよ。やれやれ、1998年ではわらわはそういうことになっておるのか。なるほど、無理もないことであるな。はあ？何を開き直ってんのよ。私を拍子抜けさせようと目論んでるの？私は騙されないわよ、ベアトリーチェ。お兄ちゃん、私に魔女はいると屈服させたいんでしょ。その手には乗るもんですか。私はお兄ちゃんの手なんか借りなくたって一人で真実にたどり着いてみせる。ここがその真実であるというのにか。そなたはかつてグレーテルと名乗ったが、どうやらミチルと名乗った方がふさわしいようだぞ。いい加減にして。バカバカしい、バカバカしい。私は認めないわよ、こんな茶番が真実なんて絶対に認めないんだから。
そうだな、エンジェ。それがわらわが残した罪である。最後の物語を用意する理由なのだ。そうとも、この物語は茶番である。真実であろうはずもない。しかしそれでも、いや、そうしてでも、そなたにはどうしても伝えたいことがあるのだ。ベアト、それはもう俺が伝えてる。それ以上は無理強いしたくない。そうか。お兄ちゃんたちが何の話をしているのかわかんない。エンジェンもう眠いよ。そうだな、俺たちはおいとました方が良さそうだ。ピンゾーよ、わらわはまだここにいなければならぬのか。おすまぬ、そなたはもう少しここにおれ。続けるぞクラウス。それでだが、福音の家への援助についてはクラウスが後宮家当主の義務としてこれを継続し。やれやれ、すまんなバトラ、わらわは送ってやれぬようだ。ゲンジよ、この二人をゲストハウスまで送ってやってくれぬか。かしこまりました。バトラ様、エンジェ様、ご案内いたします。ありがとう。じゃあな、ベアト、後で。うん、そなたとは語りたいことが山ほどだ。それに今夜は水入らずで過ごしたいぞ。たまには夫婦らしいこともせぬとな。ま、なんだよ、夫婦らしいことって。親方様は人生を終えるという最後の仕事の準備をお始めになったということでございます。自分が死んだ後のことなんて人は普通考えないぜ。はぁ、やっぱじい様はスケールが一つ違うぜ。今日は後宮家が黄金の魔女の庇護から飛び立つ新しい飛翔の日なのでございます。うん、確かに。かっこいい言い方だな。親父たちにはまだそれは秘密なんすか。一応は秘密にしております。ただ親方様のお考えは唐突に今日思いついたものではありません。もう何年も前から今日という日について考えを重ねられ、時にご兄弟の皆様に相談もされておりました。おそらく今宵の発表に驚かれる方はいないでしょう。うちのクソ親父、どうやら会社のことで金の工面が大変そうだし、じい様からのちょいと早い遺産のプレゼントに舞い上がっちまうかな。むしろ大きな責任に奮い立たれるでしょう。ルドルフ様は島を出られ大成し、見事な成功を収められました。しかしそれは親方様の財産によって支えられたものです。それが唐突に遺産をドンと出され、これからはお前の力だけで頑張るのだぞとなるわけか。かえってプレッシャーがあるかもな。ご兄弟の皆様は
親方様というあまりに偉大すぎる父親にもう何十年も苦しんできました。偉大すぎる親はただ存在するだけで子には重しになるものなのです。それが今夜本当の意味で一人前になって巣立つってわけだ。親方様は今宵を黄金の返還式とお呼びになるようです。ですが最初は生前葬と呼ぼうと考えておいででした。生前の葬式じゃなんだか落ち込んじまう。新しい出発の日、巣立ちの日って方が確かに後宮家にはぴったりだぜ。兄ちゃん眠い。ほらもうゲストハウスに着くよ。お母さんの部屋に行くか、それともいとこ部屋に。どこでもいい。晩ご飯まで寝てる。クレイジーな話だわ。その狂気の狭間に魔法めいた力を求めたに違いありません。精神的な瞬発力とでも言えばそう眉唾な話でもないでしょう。その仕掛けを使えば島を跡形なく吹き飛ばすことができる。後には何も残らない。あそこで何があったとしてもなかったことにできる。後宮江橋が何がしかの陰謀の首謀者であるとする説は早くからささやかれてきました。しかしあれだけの大爆発をいかにして起こしたのかが説明できずにいました。その仕掛け時計によりそれが可能であったことが証明された。さようです。後宮江橋は24時に爆発すること、そしてその爆発半径について十分に理解した上でクアドリアンに避難していたと考えられます。財産を独り占めにするためにみんなを殺して爆発によってその痕跡を消した。そう考えると六軒島のミステリーは最も筋が通ります。エバシがあの日あの島で何があったのか語ろうとしないことにも合点がいくわけです。
それだけ嫌われりゃ会長もあの世で笑いが止まらねえでしょうぜ。うるさいわね、あのクソババアの罪を暴くのに。全て吹き飛ばして完全犯罪なんて私は認めない、絶対に。つまりお嬢の旅は家族のための復讐の旅ってわけだ。悪い？まさか。生きる目的があるの大いに結構ですぜ。それ切ってくれる？おや、 Mザッキーはお嫌いで？お菓子？弔い合戦なんて。別に、それを生きる目的にしてる連中に戦地じゃよく会いましたから。あんた傭兵で戦場に行ったことあるのよね。まあほどほどには。家族の仇を取るために戦っている人って強い？そりゃ強いですぜ。家族の仇を取るために体に爆弾を巻きつけて自爆するやつだっている。人は敵討ちのために死ねる生き物ですぜ。そうね、私も死ねるわ。少年兵ってやつをご存知で？子供の兵隊？そうです。親を亡くした身寄りのない子供たちが武装勢力に拾われて兵士になるんです。パンと銃を与えられ、復讐の方法を教えられる。所詮は子供、使い捨てですがね。引き金さえ引けりゃ戦場じゃ誰だって兵士になれる。私がそれだって言いたいの？復讐は生きる目的になります。そして兵士になれるほどの力も与えます。親の亡骸にすがって泣くことしかできなかった少女が一夜にして兵士に生まれ変われるほどの奇跡を見せてくれる。復讐ってやつほどパワーを与えてくれるものはありませんぜ。そうでしょうね、それがまさに私だわ。少年兵問題ってのをご存知で？知らないわ。銃を与えられ復讐の仕方を習った少年兵はそれを生きる目的とします。少し違う。それを銃を撃つ理由にします。しかし復讐ってのは終わりがない。いつしか銃を撃つのに理由がなくなってくるんです。どういう意味？復讐のために銃を撃っていた。それがやがて理由もなく銃を撃つようになるんです。復讐を忘れてしまうということ？できもしない復讐にやがて疲れ果て、その目的を忘れちまうんです。そして手元には銃しかない。やがて飯を食うために銃を撃つようになる。復讐のために銃を取った少年兵はやがて野党か何かになり果てるってこと？何しろ学校にも通わず職も学ばせてもらわなかった連中です。やがて自分の生きる目的は復讐のためでなく、その手段のためだけになり果てていく。気の毒なことです。私もやがては復讐に疲れ果てて、私の場合だと何だってのよ。真実を暴くことに疲れ果て、お嬢はやがて後ろ見やエヴァを憎むだけの人生になり果てていく。すでにそうだけど何か？そういえばそうでしたっけ。復讐なんてくだらないことだ、そう言いたいんでしょ？お嬢の人生はまだまだ長い。何だってできる若さがある。その貴重な若さを費やすにはちょいとこの旅はもったいないんじゃねえかなと思いましてね。余計なお世話よ。私ね、ほら飛び降りたでし
見るから。せっかく九死に一生を得たってのに。あの時ね、私は死んだのよ。だから私はもう亡霊ってわけ。家族の仇を討つためにあの日の真実を暴くことだけを目的としたね。やれやれ、お嬢は大した鉄の意志をお持ちだ。あんたみたいな軽薄な男に私の気持ちなんてわからないわよ。お嬢とこの旅を始めた一番最初の日、お嬢は言いました。あの日あの島で何があったか知りたいと。今だってそうよ。何か変わった？今はこう言ってます。後ろ宮エヴァの罪を暴くため、あの日あの島で何があったか知りたいと。全く同じじゃない。まあそうですね。私眠いからもう寝るわ。少し黙っててくれる？着いたら教えて。え、了解です。ならないでくださいよ、少年兵。お嬢の旅は最初は真実を知る旅でした。それがだんだん復讐の旅になっている。真実を暴くことで復讐する旅だ。しかしお嬢も分かってる通り、六軒島にはもう何も残ってやしません。何の跡形も残ってやしない。真実を暴くことは並大抵のことじゃないかもしれませんぜ。俺フルハウスドーン。うわ、ブラフじゃなかったか。バトラがでかく張るときは役なしのことが多いと思ってたんだがな。
そう思わせるためにここまで負けてきたんだぜ。最後に勝つために負けを伏せする男、後ろ宮バトラおお、バトラすごい、バトラすごい。マリア、またコインなくなっちゃった。私のコインを分けてやるよ。一緒にバトラをぶっ潰そうぜ。そろそろお腹が空いたね。夕食はまだかな。さあ、そろそろじゃないかな。今夜はゴーダさんたち、ずいぶん張り切ってたな。ってことは、ずいぶんと期待できそうだぜ。俺の6年ぶりの再会を祝してかな。さっきシャノンに聞いたけど、ハロウィンパーティーがあるって言ってたよ。ホールで立食形式でやるそうだよ。すごいね。ハロウィンパーティー、すごいすごいすごい。うんうんうん。お、はーい、どちら様？おお、エンジェか。起きたか。あのね、晩ご飯だからお屋敷行くって、準備しなさいって。うんうんうん、ご飯だご飯だ、お腹すいた。ほらガキども、飯だぞ。行く支度をしろい。今日はなんだか素敵みたいよ。楽しみね。うん、マリア知ってる。ハロウィンパーティー。ハロウィンパーティーマリアだけ知ってて、エンジェは知らない。お母さん、ハロウィンパーティーって何？さあ、何かしらね。行ってのお楽しみね。みんな、ええか、そろそろ行くで。皆様、お揃いでしょうか。ご案内いたします。マリア、こっちいらっしゃい。襟が変よ。ああ、お腹すいちゃったわ。親族会議の一番の楽しみは食事よね。エンジェちゃんはお腹すいた？うん、すいた。エンジェ、すきましたでしょ？いいのよ。そうよね、お腹空いたわよね。おばさんもお腹ペコペコよ。よし、出発するぞ。表は風も強いみたいだからな、傘を飛ばされるなよ。皆様、傘をお持ちください。はい、エンジェちゃん、傘ありがとう、エヴァおばさん。やっぱり女の子は可愛いわね。今度おばさんのお家にも遊びにいらっしゃい。約束よ。エヴァおばさんってエンジェのことを気に入ってるんだ。うん、母さんは本当は娘が欲しかったらしいんだよ。ああ、聞いたことあるぜ。小さい頃、私も随分可愛がってもらった気がする。うちのママは本当は男の子が良かったって言ってたよ。うん、元気に生まれてきてくれれば性別なんてどうでもいいのよ。マリアは大切な大切な神様からの授かり物なんだから。
よう、バトラー。おう、マリア、久しぶりであるな。ベアトー、ハッピーハロウィン、トリックオアトリート。お菓子はあるが今はよらぬぞ。食事の前であるからな。ありがとう、ベアトリーチェさん。相変わらずお美しいわね。ローザこそ子持ちとは思えんぞ。お前少し出来上がってねえか。耳が少し赤いぞ。ん？あの後ちょいとすんのだな。金蔵が珍しい酒を手に入れたというのでな。まあ、ちょびっとだ。食事の前のお菓子は自重するのに飲酒は自重しねえんだな。失礼いたします、ベアトリーチェ様。親方様がお呼びでございます。やれやれ、セレモニーとは金蔵も形式にこだわる男よ。例の黄金の返還式うんぬんってことなんだろ。後宮家にとっては一つの大きな節目なんだ。付き合ってやれよ。ちと寂しい気持ちもあるがな。後宮家顧問錬金術師であることはこれからも変わらねえさ。であるな。ではちょっと行ってくる。後ほどな。源氏の話によると今日のパーティーちょっとした趣向があるらしいぞ。楽しみにしておれ。用意したのはお前じゃないだろうな。いちいち細かい男よ。では後ほどな。お兄ちゃん、今日は何かあるの？何か特別な日？後宮家にとっては特別な日だ。だが賢者とは関係ないから気楽にしてていいんだぜ。うん、あ、そうだ。ねえねえ、お兄ちゃん聞いた？さっきエヴァおばさんからね、すごい秘密を聞いたの。マリアお姉ちゃんも知らない秘密、お兄ちゃんにだけ教えてあげるね。ほう？秘密ってなんだなんだ？当たりってくじ引きか何かの話か？とにかくアーモンドが当たりなの。わかったわかった。大切な秘密を教えてくれてありがとうな。お兄ちゃん嫌い。せっかく秘密を教えてあげたのに。皆様、ご静粛に願います。三代にわたる黄金の魔女ベアトリーチェの恩、後宮家は未来永劫忘れることはないであろう。やれやれ、しまう場所もないが特別に引き取ってやろう。ベアトリーチェ様。
後宮家顧問錬金術師ベアトリーチェである。今宵をもち10トンの黄金の貸し出し契約の終了を受け入れるものである。我が祖母の代より数十年片翼をもがれたわしは再び飛翔の時を迎えた。わらわはそれを見守り子子孫孫までの未来永劫の繁栄を心より祈るものである。黄金の魔女ベアトリーチェは名を受け継ぐことで千年を長らえる魔女である。よって彼女の子子孫孫に至るまでその全てがベアトリーチェであり、その全てが当家の顧問錬金術師なのである。後宮家子孫一同はベアトリーチェの恩義を永遠に称え、子子孫孫に永遠にそれを伝えるのだ。ベアトリーチェは未来永劫後宮家の恩人であり、尊い絆で結ばれた家族なのである。ご承認いただける方々は拍手をもって承認をお願いいたします。ありがとう諸君。ベアトリーチェよ、そなたは後宮家の一員だ。それは血より尊き絆によるものだ。金の貸し借りの縁は血より大切であるからな。ベアトリーチェ様。私がそれぞれ金に苦労しているのは知っておる。それらの問題は全てこれで解決できるであろう。ただし心せよ、これは死を待たずして与える遺産である。私はお前たちを厳しくも常に見守ってきた。しかし今宵をもってお前たちの父はそれをやめるのだ。私は雲上から見守るかのごとくお前たちが飛翔するのを眺めているだろう。もはや何の口出しもせん。そなたたちの生きたいように生きるがよい。親父。お父様。わかりました。私たちは必ずや飛翔してみせます。兄弟で力を合わせ後宮家をますますに繁栄させることを兄弟一同ここに誓います。そやで、わしらは力を合わせたら向かうところ敵なしや。
全部お兄ちゃんの茶番なんでしょ。お前は何を見たら聞いたら信じることができるんだ。赤で赤き真実で言ってくれたら。赤で言えなければ全ては嘘なのか。信じない。私はこんなの。エンジェ、お前これを飲んじゃったのか。これお父さんの飲み物だぞ。エンジェも大人のブドウジュース飲みたかったの。だからいいの。少し顔が赤いぜ。大丈夫か。ちょっとしか飲んでないから大丈夫とは思うけれど。エンジェ大丈夫だよ、子供じゃないもん。エンジェちゃんはこっちを飲みなさい。ルドルフお父さんが飲んでるのは悪い飲み物だからもう飲んじゃダメよ。そうだな、悪いのを飲んでるとエンジェも悪い大人になっちまうぜ。エンジェ悪い大人にならないもん、お姫様になるもん。そうよ、エンジェは私たちみんなのお姫様よ。そうだな、エンジェは家族みんなのお姫様だ。私にもお姫様よ。ぜひ今度おばさんの家にも遊びに来てね。絶対なんだから、いっぱいいっぱい歓迎してあげるんだから。うん、ありがとうエヴァおばさん。ああして幸せに笑えば名前負けもせんのにな。惜しい娘よ。
そうだな。天使の名にふさわしい笑顔だと思うぜ。あの笑顔が駒でなく本当のエンジェのものであればよいのだが、仮に違ってもあいつはこれを見てるさ。そして自分で考えればいい。そなたとエンジェのゲームは慈しみにあふれているわ。わらわからすればもどかしいほどにな。もどかしくて何の問題がある。誰の邪魔もない。妨害も駆け引きも何もなしだ。そうだな。このゲームはもはや戦いでさえない。言ってみれば片付けなんだ、俺たちのゲームの。わらわの気まぐれなる行為があやつに及んだ罪は償いきれぬ。俺たちのゲームの責任だ。俺たち二人で償う。だから俺たちでエンジェに最後のゲームを送る。エンジェはあの鍵を正しく使えると思うか。俺たちが正しいと思う方へ無理やり引っ張ることももちろん考えたさ。それは意味なきことかもしれぬな。強制された選択は正しくとも生涯受け入れがたい。そういうことだ。エンジェは自ら考え自ら選ばなければならない。それが俺たちから見て正しくない選択であったとしても俺はそれを祝福しようと思う。うん、ゲームマスターはそなただ。わらわはもはや何も口を挟まぬ。今宵をただ楽しむだけだ。エンジェにとっては意味あるゲームだ。だが俺たちにとってはお疲れ様パーティーみたいなもんさ。そろそろやってくる頃合いだな。しかし良いのか。エンジェにまた誤解されるぞ。大丈夫さ。それにむしろ必要なんだ。お前がそういう姿を見せたようにみんなは。ならば我らもこの千秋楽祝いを楽しませてもらうとしよう。これほどの長きゲームにて皆それぞれの役を見事演じきってきたのだから。さあさあ皆様お集まりください。本日のとっておきでございます。本日は今夜のハロウィンパーティーの目玉としてこの特製ザッハトルテをご用意させていただきました。ご覧の通りチョコレートにて片翼のわしの紋章の風呂をつけた後ろ三宅だけの一品でございます。これは立派なケーキですな。目玉にふさわしいものです。いえいえ、ただのケーキではございませんよ。今夜のこのケーキには一つ秘密がございます。親方様、どうかそれを皆様にお話しくださりますようよろしくお願いいたします。これはささやかなゲームである。このケーキには一つだけ当たりのものがある。このケーキの中の一切れだけにアーモンドが一粒入っておる。そのケーキを選んだ者が今夜の王様であるぞ。王様ゲームなんて久しぶりだぜ。あなたのは悪い王様ゲームね。さて王様になるとどんなことがあるのですかな。王様は願いを一つ口にすることができる。それを皆で叶えようではないか。へえ、面白そうだぜ。うん、
王様は男がなるんだよ。女の子はなれないよ。女の子が当たりだったらお姫様になれるんだよ。アーモンド、アーモンドが当たり。そうだな、エンゼはすごいな。こういう時はくじ運がものを言うんや。負けへんで。お待ちなさいよ、小さい子から順に選ぶといいわ。それがいいですね。エンジェちゃんからどうぞ。こら、マリアはお姉さんでしょ。エンジェちゃん先にしなさい。エンジェが当たりを引いちゃったらどうするの。エンジェが当たりを引く。アーモンドが当たり、アーモンドが当たり。私たち年寄りは残り物に福があることを祈りましょう。若い順ということはビリは金蔵であるよな。そなたは繊細であろうが。納得ゆかん。さあ、エンジェ様、どのケーキになさいますかな。どれを選んでもほっぺたが落っこちるほど美味しいですよ。やだ、当たりのじゃないとやだ。じゃあ一発で当ててみせるしかないな。ほら、選べ選べ。さあ、エンジェ様から運試し、どうぞどうぞお選びください。ほら、決まったか。これでございますね。よろしいですか。もう決めたの。これがいい。次はマリアね、マリア。どれにしようかな。
どうですか？当たりの出た方はいますか？ああ、マリアの入ってなかった。私のも外れだぜ。お姫様になり損ねちまった。外れでも本当に美味しくて美しいザッハトルテだね。食べずに飾っておけるものならそうしたいくらいだよ。どうだ、アーモンドあったか？私もダメね。秀吉兄さんはどう？わしも外れのようや。会社に嫁にもうわしの運は使い切っとるからな。もうそれってどういう意味よ。南條先生はいかがですか？今調べてるところです。たまにはこういうのも楽しいですな。うん、駆け引きなしの純粋な博打も実に面白い。ベアとはどうであったか？残り物に服があるなどと言った嘘つきは誰だ！ガル！エンジはどうだ？アーモンドはあったか？今調べてる。なんだ、まだ手をつけてなかったのか？どうした、エンジェ？お、これアーモンドだよね。お、おお、エンジェのに入ってたのか。すごいぜ、エンジェ。あったわ、私のに当たりが入ってた。ほう、エヴァが当てたか。これはこれは、おめでとうございます、エヴァ様。違う、エンジェが当たりなの。私がアーモンドなの。なんだなんだ、こりゃどういうことだ。ゴーダ、アーモンドが2つ入ってるようだが、どちらも当たりなのかね。はて、そんなはずは。どちらかが勘違いということでしょうか。エンジェ様のは間違いなくアーモンドです。カノン君、そっちは？エヴァ様のも間違いなくアーモンドです。では2人とも当たりということではありませんか、親方様。これは奇異なこともあるものだ。どうしたものか、ゴーダよ。そのこれはちょっとした手違いでございまして、そのじゃんけんでもしてもらって。ケチくさいことを言うでない。2つのアーモンドが現れ、女王と姫が選び出されただけの話ではないか。そういうことだ、2人が当たりということでよいではないか。ああ、まあ、しかし。じゃあ、エンジェちゃんがお姫様になりなさい。お姫様？エンジェはお姫様なの？私はその付き人よ。ね、これならいいでしょう。でも、いいの？エヴァおばさんも当たりなのに。
いいのよ、エンジェちゃんの付き人になれたもの。さあお姫様、あなたが叶えてほしい願いは何？考えてちょうだいな。エンジェは願い事もう決めてあるの。あら、それは何？おばさんに教えて。さっきまでのって、ああ、手品とかクイズとか。うん、じゃあこうしましょう。みんな聞いて、お姫様の命令よ。ついさっきまでみんなが盛り上がっていたように、手品やクイズなどでエンジェちゃんを楽しませてあげてちょうだい。おいおい、もう手品のネタも尽きちまったぜ。ならクイズや謎なぞね。つまりみんなでいろいろなクイズでエンジェちゃんに楽しんでもらうようにすればいいわけかね。お姫様に楽しんでもらえるクイズをみんなで献上するのですね。なるほどね、了解したよ。あなるほど、面白いではないか。ではエンジェよ、こうしよう。みんなにクイズや謎々を出してもらい、それに挑むがよい。見事解けるたびに、そなたにメダルを一枚与えよう。メダルって？記念メダルってことだろうな。いっぱい正解できればいっぱい集められるんだろうぜ。ただ集めるだけではつまりませんね。うん、集めたメダルの枚数に応じて私から素敵なプレゼントを送ってやろう。どうだ、がぜんやる気が出たであろう。すごいじゃない、ご褒美まであるんですってよ。よかったわね、エンジェ。